シーズンの開幕に向けて練習に励む選手たち。その選手たちと離れた場所で黙々とトレーニングを行っているのが、守備で最後の砦となるゴールキーパー。今シーズンカターレのゴールを守るのは、在籍2年目を迎える斉藤和樹。そして J2 のヴァンフォーレ甲府から今シーズン期限付き移籍で加入したプロ10年目を迎えるベテラン岡弘樹。そしてこちらは今年大学を卒業しチームに新加入した田中寛太。今回はこの3人によるキーパートークをお届けします。鼻毛チェックだけしようか。ああ出てない、生えてないです。オッケーオッケー、大丈夫。初めてのトーク企画で早速ふざける守護神たち。徐々に落ち着いたところで最初に話題に上がったのは、なぜゴールキーパーになったのか。俺がキーパーを本格的にやったのは小6。なんかでも小5ぐらいから元々のチームでキーパーになって遊びでやってた。それでも大体そうですよね。大体そうだよね。自分も 小6小5の終わりですかね。でも自分はあれ、走るのが嫌でキーパーだった。いいけど俺も走るの嫌でキーパーやりましたね。マジで小学校の時なんて走るの嫌だとか思わなかった。なんか俺全然きつくない。フィールドもやってたんですけど、うん、でもきついんですよね。キーパーに魅力ってあんまないですよね。え？魅力はあるだろ。魅力あるだろ。止めてもそんなねヒーローになることないし。でも 1-0 とかで勝った時なら、まあ嬉しいですね。嬉しいよね。失点しなかった時ですよね。なんか、うん、どんだけ止めても1失点したら、そう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 。その時より0で終わった方が嬉しい。そうそう。何もしてないけど0の方が嬉しいですね。あまり注目されないキーパーというポジションに魅力を感じている3人。しかし嫌な部分もあるようで。楽しいところなんですか。楽しいところ？ない。簡単ないらしいです。きっちりです。練習がきっちりです。練習は楽しくないですよね。いや俺は楽しいよ。せっこいわ。いつも文句ばっかり言ってる。おいおいやめろやめろ、カットやこれ。そう、カターレに在籍しているゴールキーパーコーチの平井さんは、他のチームの選手も恐れるほどとても厳しいコーチなんです。カンタがさっきから合図中っていうだけでつまんないのか。いや俺そういうタイプじゃないですか。そういうタイプ。一番喋るとこじゃん今。平田さんの話じゃない。平田さんの話はまあ言うよ。難しいですよ。めちゃキレられた話ですよ。いやダメですよ、それやめましょう。カンタも練習生の時吐いてましたね。マジ練習俺2回来たんですけど、うん、1回目吐いちゃいましたね。きつすぎて。マジでマジできつかった。ちょっときついです、気持ち悪いですとか言って急に外行ってずっと吐いてたっす。ずっと来ないです。それ見て平田さん喜んでるでしょ。喜んでる、絶対喜んでる。吐くやつは初めてだな。人生で一番きつい練習だと話す若手選手。それでも厳しい練習の中で心の支えになっていることがあるそうで。岡君は面白いですもんね。まず何が練習中きつい時とか。岡君の声のおかげです。本当にまあまあまあ、そうそう、もっと言ってもっと言ってもっと言って。岡君ラストらへんになったらすごい元気になるんで。それがもうおかしくてなんだね。やってください。ね、やってくださいよ。いつものやつ。ラストの。別にラスト1回とかになった時にね。はい、ラスト5、ラスト、え、頑張れ、頑張れ、頑張れっていうぐらいだね。いけいけっつって。いうぐらいじゃん。はい。だいぶもうその声で助けられてます。年が離れていても、くんづけで呼び合うほど仲のいい3人。最後は若手からベテランへアドバイスを求めました。長く続けれる秘訣は準備。いいこと言いましたね。いいこと言った。準備って何ですか。体のケア。ああ、うん、いつも早いですもんね。僕早い、まあ、早いんだけど、ただのんびりだから早いだけでやって。岡くんとか俺普通に試合出てる時とか見てたんですよ。俺テレビで岡くん、うん、興奮の時とか、うん、試合の時の、うん、なんていうんですかね、うまくいかない時のメンタルを教えてほしいです。真面目な話してる。めっちゃ真面目。うまくいかない時のメンタル、なんかこう声とか出してもやっぱ応援とかで聞こえにくいじゃないですか、うん、全体に、う
そういう時どういうこと意識してるのかなって、集中してる聞くんじゃなかったフィールドがもうあみんな重そうだなとか分かるじゃん、はい、その時にもう絶対もうシュートは飛んでくるから、はい、もうそこに集中するしか考えてない、うん、まあ開幕に向けて頑張りましょうそうですねっていうところだよね、はい、ね簡単頑張りましょう